はい、こんにちは、鉄棒でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。さて、今日お話をするのは、高千穂天テラス鉄道、通称天鉄と呼ばれている、会社でございますけれど、これについて、これのあのゴールデンウィークの、集客状況が絶好調だったというようなちょっとお話から、これを今後どうやって、この事例をどうやって日本国内で他の各所で有効活用していくかというようなお話をちょっと今日したいなと思います。で、ゴールデンウィークはね、皆さんもご承知の通り、今年はもう各地で非常に大きな、たくさんの人出がございまして、3年ぶりか行動制限のない、ゴールデンウィークということで、新幹線なんかもね、大いににぎわいを見せたということでございますけれども、このですね、高千穂天テラス鉄道、もともと高千穂鉄道っていう延岡から高千穂までこう走ってたところなんですけど、これが台風で線路がいっぱい壊れちゃって、で結局廃線になったんだけれども、現在高千穂駅から高千穂橋梁っていう、当時、今は営業してる鉄道じゃないから遊具だから鉄道の鉄橋とは今見なされてないんですが、当時は鉄道の鉄橋としては高さ105メートル、川のところから高さ105メートルって日本で一番高い鉄道の鉄橋って橋梁って言われたところなんですけど、高千穂駅とその高千穂橋梁の間をこう行ったり来たりねしている、観光列車というか一応遊具ということらしいんですけど、アトラクションということらしいんですけど、実態としては鉄道に近いものとしても走っておりますね。ただ行って帰ってくるだけ移動手段にはなってないから遊具っていうことなのかもしれないんですが、それはともかく、ゴールデンウィークの10日間で、来られたお客様の数が過去最高の5502人で、10日で5502人だから1日あたり550人ですよ、ね。で、過去ね、最高は、2019年が過去最高なのかな。どちらにしても2019年コロナの前の時の年が4477人。なんで、そこから比べても、23% のアップということで、大幅アップでございます。ちなみに2020年はもうコロナで完全にお休みになってて、2021年は2415人ということで、今年の半分ぐらいだったんですね。で、高千穂鉄道って、高千穂天テラス鉄道っていうのは、今、グランドスーパーカートっていう、トロッコみたいな、本当に、昔はね、軽自動車改造した機関車でこうトロッコを引っ張って、30人ぐらい乗れるトロッコを引っ張ったんですけど、今は、30人乗りを2台連結で走ってるんで、合計60人まで乗れると。ただ、今現在は、コロナのこともあるので、まだちょっとあるので60人フルじゃなくて50人を、マックスとして、走らせているということです。で、1日通常は10往復のところを、ゴールデンウィークは人が多いということで15往復最高で走らせたということで、で、ですから定員が50人1編成あたりで、だから50人だと10往復だったら単純に500人しか乗せられないんで、それじゃ足りないからっていうことで、550人っていう数字が、15往復走らせたことで出てきてるわけですけど、15往復で550人だから満席がほぼそれに近い、もう9割方お客さんが乗ってるようなことば列車ばっかりで、もうこれ本当に、大成功じゃないかと思うんですよね。で、今でも宮崎県内有数のアトラクションで、しかもなんか結構ね、駐車場は連日満員で、もう県外ナンバーが目立ったということらしいです。はい、ということで、この高千穂鉄道、遊具アトラクションとか言われてますけど、別の見方をすれば保存鉄道っていう見方ができます。で、保存鉄道っていうのは、よく日本で赤字ローカル線を廃線にするとかなんとかって話が出た時に、保存鉄道として残せないかとか、あとは観光でお客さんが来るから残せないかとか、そういうお話がよく出てくるんですけれど、この高千穂天テラス鉄道というのはその観光で残す、または保存鉄道として残すというですね、これではもう日本でも極めて稀な成功例で、保存鉄道っていうのはあります。他のところでも保存鉄道っていうのはあります。ただね、他の保存鉄道っていうのは基本的に
ボランティアの方が、有志の方が集まって、それで、週末だけとか、月に1回とかですね、動態保存している列車をこう引っ張り出してきて、それを乗ってもらってっていうような感じで、もうあんまりこう営利企業として事業として成り立ってるっていうところはほぼない、保存鉄道っていう大きな意味でくくれば、あそこだ、横川駅のね、碓氷峠の鉄道博物館、ああいうのも一応保存鉄道にはなるんですけれど、あれはもうほら全然違うじゃないですか、いわゆる普通の保存鉄道と。ですから本当に地域がやる保存鉄道としてやって成功しているのって、もうほぼこの高千穂アマテラス鉄道ぐらいじゃないかと思う。で、高千穂アマテラス鉄道にしても、線路施設っていうのは高千穂町とかが持ってるわけです。もう上下分離なんですよ、これも、遊具ですけど上下分離。この高千穂アマテラス鉄道が高千穂町からその施設を借り受けて、しかも前に調べたらものすごい安かったと思う。ほぼほぼもうただ同然とまでは言わないですけど、本当にもう月に何万円とかそんな世界だったと思う。今もそうかどうかちょっとわからないですけど、確か前に調べた時そうだったと思います。間違ったらごめんなさい、とにかくものすごく安く借りてて、でそれでそれだけ安く借りてれてるからっていうことで、儲かった年に100万だか200万だかを高千穂町の方に納めてたりとかするんで、そういう自治体のバックアップあるにせよ、きちんとこういう事業として成り立っているわけでございます。高千穂町にしてみれば、実際にその高千穂アマテラス鉄道っていうのがあるおかげで、それを目当てにお客さんが来られることもある。でそれで高千穂町の中でお食事をしたり宿泊をしたり買い物したりということで、立派にですね、高千穂町のために役立っているわけでございますから、それを使って何かしてもらうっていうのは大いにありだと思います。で私前に木槻線の出雲横田駅から、備後落合の区間はもうほぼほぼもうここはほとんど乗ってないから、もうここはいっそのこと諦めて出雲横田から三ノ原の三段スイッチバックのところね、あそこのところとオロチループが見えるということで、ここをこの高千穂で使ってるスーパーカートを使ってやったらどうだっていうようなことを前提案する動画を作ったことがあって、実際に作ったところ途中に踏切があるから難しいんじゃないですかみたいな、遊具だと踏切は多分越えられないと思いますよみたいな、そういったご意見もいただいて、ちょっと私もそこはリサーチ不足だったなと思うんですが、ただ保存鉄道とかね、観光とかいろいろ言われるんですけど、それを言うのであれば、まず、この高千穂を見に行った方がいいなと思います。そういうふうに考えておられる自治体の方とかがいるんだと、高千穂を見に行った方がいいと思いますよ。で確かに高千穂はその105メートルの高千穂橋梁というですね、非常に、強いもうストロングポイントがあるので、これがあるから乗りに行きたいっていう方もいらっしゃるかもしれないし、実際そうだと思うんですけれど、で例えば他の路線で同じようなことやりたいなと思っても、いやうちにはそんな目玉ないしなとかっていう風になるのかもしれないですけど、でももしかしたら他に何かあるかもしれないじゃないですか。でそれで考えてわからないんだったら、住民の方に聞いてもいいし、プロの、コンサルタントとか、雇えるお金があるのかどうか分かりませんけどね、そういったところに、話を持っていってですね、いろんな意見を聞いてみるとか、いろいろプロジェクトをしてみるとかですね、そういうことをやってみるのがまず先なんじゃないかなと思ったりするんですけどね。よくとにかくよく保存鉄道とか観光とかっていう話が出てくるんで、じゃあこの高千穂アマテラス鉄道は何で成功しているのか、高千穂のその鉄橋以外に何か他にもあるのかとか、そういったところをね、こう高千穂には何か参考になるところがあるんじゃないかなと思ったりするんで、で意外と毎日見てるもんだと魅力に気がつかなかったりするんで、外から見るとすごいいいもんなのに毎日見てる人気がつかなかったりするんで、結構外の意見とか聞いてみるのもね、参考になるんじゃないかなと思ったりいたします。とにかくこの高千穂がね、ものすごい儲かってるっていう、儲かってるわけじゃないのかもしれないけど、で5500人でしょ、10日間で5500人、1日550人乗ってるんで結構すごい。
もうその辺のもうローカル線なんで目じゃないぐらいお客さんが乗ってるっていうことなんで、まあ、遊具ということもありますけれど、まあ、こんな感じで高千穂の事例というのを他のところで活かせないものなのかというふうに考えておる次第でございます。ということでご視聴どうもありがとうございました。